このギターの音色は幸せだな。あー、大神いよ、大神大神大神、夜はいいな。俺は夜になるとこうして逆さ釣りになるんだ。そうか。コウモリか。そう、俺は夜の闇を飛び回る一匹のコウモリなのさ。どうでもいいからとりあえず中に入る。いいだろう。とうとう寺子安ってやつだな。ところで大神、ほい。お前は信念というものを持っているか。信念、ヤブカラスティックに。苔の一年、岩をも通す。え、そんな言葉だっけ。言葉で語るな、理屈で考えた。そんなものは答えだ。ほう、わかった。ほうほう、迷うな、大神。迷えば敵の術中に落ちる。こいつゼクスじゃね。自分の信念を貫け。ゼクスマーキスじゃない、こいつ白いし。それでこそ俺のライバルだ。じゃあな、大神。行くぞ、トーン。よいしょ。では、さらばだ、大神。アディオス、また会おう。かやま、いいなあ。いいキャラしてますね。いるはいるよ。いるはいる。いるっちゃいる。いるっちゃいるけど。はい。なしたアイリス。なした。どうしたんだい。What's up? アイリス、レニのためにこれ作ったんだ。なんだって、なんだ。はあ、花飾り。なんか覚えがあるな。だってレニ、なんだか元気ないんだもん。本当それ。いやー、どうかな。ちょっとそれは子供の考えすぎる気がするな。でねでね、お兄ちゃんにも一緒に来てほしいんだけど。いやー、今ちょっと大神は、よし行こう。でも行こう、でも行こう。あの、気持ち切り替えていこう、切り替えていこう。これ気が進まないな、これ気が進まないなって。現実の俺ならそうなるところだけれど、桜大戦の大神だからね。ここはたとえさっきのことで気まずい感じになってたとしても、なってたとしても、男大神、前を向く、きっと前を向く大神。俺の大神一郎ならきっと前を向いてくれるはず。何かよ。でもなんかレニからしたらちょっと嫌だよな。アイリスも敵みたいな感じになっちゃうからな。なんだ、なんだい。はい、これアイリスからのプレゼント。これは、え、これでええんか。アイリスがレニのために作った花飾りだよ。キッズの感情がわからん。なぜ僕に？だってレニはアイリスの大切なお友達だもん。お友達が元気ないときはアイリスが元気にしてあげるんだもん。ほう。友達？無邪気ですね。イノセンスですね。レニ、その花飾りにはアイリスの気持ちがいっぱい詰まっている。君が今悩んでいることに俺たちは結論を出してはあげられないけど、俺たち花組はいつも君のそばにいて見守っている。この花飾りはその証しで。そうなのか。言葉ではなく花飾りでします。結局これバラ組スルーしちゃったな。
悪いことしたな。来てくれって言ってたのに、ホモの方々が。ありがとう。LGBT 的にはやっぱりあれなんですかね、ホモってああいう風な扱われ方したら良くないって思っちゃうのかな、ホモの人はね。まあ時代が時代だから許してくれ。ホモを偏見で差別はしないけれども、ネタとして笑わせてほしい。差別はしないよ。でも俺はのんきなので、残念ながら理解はできないけどね。差別はできないが理解はできない。いや、理解はしようとしている。しかし差別はしない。理解した上で差別もしない。しかし俺はホモではない。そういうスタンスかな。そうだよな、別に自分に危害を及ぶわけでもないのにさ、なんかこう差別するのは良くないよね。ね、ホモ差別。悪いやつがおる、悪いやつがおるぞ。ネズミがそろそろ感づいたようだし、どうやら潮時のようね。ネズミ、ネズミとは。感づくの遅くないっすか、花組の皆さん。花、アイリス。アイリスは花だね、ユリだね。僕の友達。偽りのね。誰だ誰だ。サキさん、サキさん。レミ、あなたは私に似ているわ。怪しすぎるだろう。何をするんだ。信じ合える友達なんていない。偽り。所詮戦場で信じられるのは、それはまあ一理あるよね。それくらいよくわかってるわよね、レミ。どういう知り合いなんすか二人は。僕は、僕は、もっとレニの心に寄り添ってあげよう。あなたはいつも一人ぼっち。ぼっち。でも心配いらないわ。戦いの中では誰でも孤独だもの。誰でも孤独。洗脳されている。しかしレニ一人、私と一緒に、レニ一人勧誘したところでさ、生まれてきた機会、マッシーン、友達なんて必要ないわ。レニがさらわれてしまう。あ、目が、あ、目が。光が消えてしまいましたね。簡単に洗脳されるレニ。これできっとあの方もお喜びになるわ。ほなレニ一人連れ出したぐらいでさ、大した。あなたたちの仲間、レニは影山咲菜。いえ、この水子がみたいな。この国機械御用紙、水子がいただいていく。言うと思ったわ。言うと思った。名乗りすると思ったわ。まずレミを連れていくよりもさ、なんかマリアとかカンナとかの方が重大戦力な気がするけどな。じゃあとりあえず今日はここまで。動画は上げて、動画は上げます。今日はここまで。ほな、一応セーブしてからにするか。ここまでだな。寒いんでね、最近はね、もう年の瀬、年末、大晦日も近づいてきておりますのでね、暖かくして寝てください。おっと、コントローラーが。ほいじゃ、ほなまた、また次の動画で。